毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹之内のすくね竹内睦弘です。今日は11月16日です。これ受験とかでは出ないんですが、今日は西郷隆盛と月照というお坊さんが受水自殺を図った日なんです。1858年なんですが、瀬古丼が西郷丼が自殺を図った。そんなの想像できますかね、皆さん想像できますかぐらい瀬古丼は考え詰めていたんです。今日11月16日は。そして、月照さん死んでしまいました。月照さんは清水寺京都のかなり高い地位のお坊様でした。清水寺のかなり高い地位のお坊様でした。僕もよく清水寺に行きます。なんか清水寺に行くと帰っていく時のね坂道になんか第3代エホバって書いてる表札がある家があって、何第3代エホバって何なのって思うんですが、やはり現場に行かないとそんな現場は見れません。まあその人がエホバかどうかは知りませんが、そういうことがありました。実はこれ月照さんは死んじゃって最後はなんとか助かったんです。そして西郷隆盛が、日本を大きく変えていくんですね。廃藩置県とか徴兵令とか学制改革とかきちんとやってきました。瀬古丼はやっていったんですよね。あとこの日はローベンという方が死んでます。ローベンというのは良いという意味で良ってで、弁は弁護士の弁でローベンという方なんですが、没してます。773年です。この方は事実上東大寺のトップなんです。で、あんまり知られてないんですが、この方は即身成仏されてます。まあミイラになることですね。地下に潜って竹で筒を作って、そこでなんとか酸素を入れて、そしてその中でローベンはと息をして、息が止まった時、ローベンは仏になったのです。仏に。それが11月16日、ローベン、入場です。死ぬことを入場って言うんですけどね。ローベン入場。まあ、ミイラになったんですね。はっきり言うと。洋風に言うと。ローベンは入場し、ミイラとなったんだ。ギリギリまで、食と水を断ち、そのまま死んだんです。いつか会ってみたい方ですが、僕は極楽に行くか、地獄に落ちるか、わからないんで、あるかどうかわかりませんが、一回会ってみたいと思うんです。それぐらいの覚悟ある人とお会いしたいですね。僕実は東大寺で一回死にかけたことあるんですよ。前の日雪が大きく降りまして、東大寺の南大門ね、正面のあそこの雪が固まってまして、
そしたらバーンと落ちてきたんです。僕はもう前転回転前転受け身で逃げましたが、あれ普通に立ってたら死んでました、うん、私は思ったんです。落ちるって分かったんでピンと来たんです。それはローベンのおかげだと思ってます。前編解放受け身でとりあえず命を今こうやって守ってます。だから僕は個人的にローベン好きです。ありがとうございます。